釣りの話。どうもルッキーでございます。おばんでございます。こういった形で動画を撮るのは久々なんだけれども、皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。で、本日の動画になりますけれども、今空前の札幌市または近郊でね、空前の今釣りブーム、ホットな場所になってる小樽港の馬屋岸壁が今ちょっと、いろんな意味でね、ちょっとフィーバーしちゃってるんで、もしかしたらマナーとか悪かったらちょっと今後まずくなるんじゃないかなっていうちょっと話をしたいと思います。で、まずはちょっとこの画像を見ていただけますか。はい、どん。はい、こちらですね、馬屋岸壁のところに設置されてる、看板でございます。で、左から、この付近での釣りはご遠慮ください。コマセや仕掛けがロープに絡まり、俺漢字読めねえな、これ。入出港か。の支障になりますと。で、ご協力のお願いと。で、船舶の、ちょっとこれ字が、読みづらいんだけど、要は、船舶がね、出たりとか、または停泊中は、下記範囲に立ち入らないでくださいっていうふうに書いてあります。で、ですね。で、次ちょっと2枚目の写真見ていただきたいんですけども、はい、どん。で、2枚目の写真が、これですね。水産庁の白龍丸っていう船になります。はい。で、この船なんだけど、俺ちょっと船の用語とかよくわかんないんだけどね。まあ、船がこうありましたと。まあ、これが船だとするわね。そしたら、まあ、船首っていうのかな？と、あと、ケツの部分。必ずロープがこう張ってあるよね。で、この要は、看板は何を意味してるかっていうと、このロープが張ってある範囲での釣りは、ご遠慮くださいという意味なのよね。で、それで、今、船が、今この動画、3月17日に撮ってんだけど、3月17日の時点で、どこに止まってるかっていうと、ここに止まってます。はい。はい。今、衛星写真で、今、印つけてますけれども、ここに止まってます。で、そこからロープが出てて、さっきの看板が置いてあるという感じでございます。で、この情報は視聴者さんにご提供いただきまして、で、私、小樽市の港湾室に電話をかけて確認をいたしました。そしたらですね、回答、ちょっと質問をですね、私の方から、まず一つ質問してみたのが、この看板はいつから設置されてますかと、いうふうな、質問をさせていただきました。で、港湾室の担当者さんからの回答がこちらでございます。看板は去年あたりから設置をさせていただいてますと。まあちょっと何月何日っていうのはちょっとその場では分からなかったんだけど。で、それで、さらにちょっと話をしていただいたんですけども、水産庁の、白龍丸のロープに仕掛けやコマセなどが絡まったりして、あと付着とかして、ちょっとやっぱ船員さんが迷惑をしてるということでございます。で、また看板にはなかったんだけれども、要は、白龍丸、水産庁の船の前に釣り人さんの車がある場合があると。その場合は、船員さんの車が止められなくて、それもまた、迷惑行為になるので、そこも釣り人さん車も止めないでいただきたいとのことでございます。で、こちらはですね、視聴者さんの、話なんですけども、去年ちょうどその馬屋岸壁で、まあこのシーズンだよね、ホッケだったり黒頭を狙ってる時なんだけれども、ちょうど水産庁の白龍丸がロープを、回収してたと。ではその時に船員さんがですね、残念ながら、ロープに絡まってた、仕掛け、針等などで、怪我されたそうです。それを、
実際に近くで見たそうでございます。なのでまあ今ね、まあ YouTube とかね、あと超過共有系の SNS、まあアングラーズとかそういうのとか、あと釣り人とかでも結構ね、ここ載ってるんだよね。でまあまあ毎年なんだけどね、今年に限ったことじゃないんだけど、毎年ここは黒頭釣れるのよ。で釣れるのはいいんだけれども、やっぱりねえ、ちゃんと釣り禁止ですって言ってないから、釣りは要はちょっと遠慮してねというふうに優しい言葉で言っていただいてるうちはね、ちゃんとこの言うことに従わないと、それがまたね、第二の与一漁港になったりとかしちゃったらね、それはね悲しいでしょ。また釣り場が一つなくなっちゃうってことになっちゃうんで、皆さんもちょっとその辺ちょっと頭にね入れながら、もしあれだったら今回ゴミっていう言葉は入ってないけれども、ゴミがあったら拾うとかね、まあちょっとこれも視聴者さんのからの情報でございますけれども、まあゴミもあったし、まあちょっと夜中結構騒いでる人もいるとか、まああと港の中でね焼肉してる人がいるとかっていう話も聞いたんで、ぜひとも皆さんその辺ねちょっと気をつけて頭の片隅でいいんで入れておいてください。でですね、3月15日付の馬屋岸壁の状況と、あと本日3月17日の馬屋岸壁の状況を視聴者さん2名からご提供いただきましたんで、ちょっとそちらの方見てみてください。はい、どうも。本当に視聴者さん2名の方ありがとうございます。なのでちょっとまとめになりますけれども、まあね、まあ黒頭結構でっかいの上がってます。数もかなり釣れてるんだけれども、やはりルールを守ってね、もし今度馬や岸壁がダメになったら、次は必ずと言っていいほど、それが高島漁港だったりね、すぐ近くのね、同じ小樽港の中の北浜になってみたりとか、もうどん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 近くのところに釣り人がどんどん移っていって、そこもまたダメになって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 っていう風に、もう釣り場がもうどんどんもうダメな釣り菌のところがもう感染していっちゃうので、ぜひちょっとその辺皆さん気をつけて見てください。皆さんで釣り場を守ろう。そしてついでに一つ言っておく、北のロッキー家のお財布のね、お財布の状況も守ろうということで、この動画がもしロッキーをおめえいいこと言ったぞと、ありがとなとっていう場合は、なんとチャット以外に、なんかうるせえなコーチやってんな、チャット以外にスーパーサンクスっていう動画にスパチャも送れるからね、ロッキーよとね、お前頑張れよといいこと言ったぞって思う方はスーパーサンクス送ってくれね。何あれか、こういう動画を作ってね、視聴者さんからの情報で金を儲けようとしてって、そう思ってるあなた正解です。ロッキーでございました。したっけ、北のロッキーチャンネル。